エクソダス。この番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン暗号資産 NFT DAO DeFi などのニュースやトレンドを深掘りする番組です。この番組は DYDX ファウンデーションの提供でお届けしています。現当社新しい経済のしだれゆうすけです。 DYDX ファウンデーションの大木久志さんとお送りしているこの番組ですが、今回はエクストラ会として株式会社ミントシニア BD でカンファレンスオーガナイザー、そして多くの Web3 プロジェクトのアドバイザーなども務める柳井実さんにゲスト出演いただきました。柳井さんに Web3 とキャリアについて、若者はどんなチャレンジをすべきか、年長者の層の役割は、また今の日本のクリプト市場をどう捉えているかなどについて語っていただきました。それでは早速お聞きください。今回のエクサスエクストラ会は、株式会社ミントシニア BD、 そしてカンファレンスのオーガナイザーやアドバイザー、また投資家なんとかもされてます、もうこのクリプト業界長くいらっしゃる柳井実さんにお越しいただきました。柳井さん、よろしくお願いします。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 なんか柳井さんはもう本当にエクサス始まってからずっと聞いていただいて、感想なんかも DM とかいただいてて、本当にありがたい限りでございます。僕は一番最初、全エピソード多分聞いてるんじゃないかな。ありがとうございます。ありがとうございます。中にはあまりにもテクニカルな部分で、あ、ちょっとこれ難しいなっていうのであるんですけど、はい、まあ全部聞いてる気がしますね。なんか間違って聞いてなかったとかっていうのはあるかもしれないですけど、ほぼ聞いてます、うんうんうん、いやもう本当ありがとうございます。嬉しいですね。で、僕もそのメディア運営する中で、まあもう結構古くから柳井さんにいろいろ情報を教えてもらったりとか、まさにその海外のプロジェクトとかご紹介いただいてとかいろいろしてたんですけど、今日はちょっと柳井さんがまあ何されてるかって話から、ちょっとこうキャリア論みたいな、なんかそんな話までできればなと、このクリプト業界およびまあそれ以外も含めて。いいですね。じゃあ早速ちょっと柳井さんがまあ何してる方なんですかっていうところを、まあ業界の方ならご存知の方多いと思うんですけど、教えていただいていいですか。はい。その、一番わかりやすいのが多分カンファレンスで、去年から組織だってやり始めた、ジャパンブロックチェーンウィークというものがあり、はいはいはい、いろんな名前は変えてはいるんですけど、ノンファンジブル東京っていうのを2018年からやってる、はい。で、今日この場にはいないですけど、藤本舞さんと綾戸優さんっていうのがコアメンバーで、うん、その他何名かでアメーバのようにやっているっていう組織で、去年からは各種イベントとも連携しながら、ジャパンブロックチェーンウィークという、はいはいはい、組織を作り始めました。で、その他、ミントという会社では、まあ、IP、これは Web3 に限らずなんですけど、IP ビジネスっていうので、実は、しだらさんとは、まあ、漫画領域っていうところで、はい、一緒に仕事はしたことないんですけども、ね、かなり近い領域にいる。はい、で、僕自身はずっとデジタルエンターテイメントっていう、まあ、切り口で、2000年初頭からずっと、まあ、モバイル中心ですね。一部 PC も含めて、で、サービス携わってます。で、いくつかのプロジェクトのサポートだったり、アドバイザーっていう、形で、うん、日本だと分かりやっぱり元素騎士が有名かなと、はい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 、であとはそうですね、最近だデリジウムっていうプロジェクトであったりとか、うん、まあいくつかアドバイザーであったりとか、いろんな形で支援はさせてもらってます。基本的に僕がサポートするときって、ファウンダーが感覚的にフィットするようなとか、うんうん、あとは最近結構その皆さんがこう見てるようなインフラより、ただ、レイヤー2とかレイヤー1っていうよりは、インパクトなレイヤーのもの。お気に入りで言うと、ナイジェリアでモバイルソーラーシステムを作って、将来的にはそのハードウェア上にチェーンで動かすっていうようなプロジェクト。まあ、ソーラーチェーンっていうプロジェクトだったり、あとは、中国発でインターネットの帯域のマーケットプレイスを作ろうとしている、なかなかクレイジーなプロジェクトで。なるほど。要は、電気とか、そういったものって、オープントレードされてると思うんですけど、ああいったものをインターネット帯域でもトークナイズして売ってしまおうというプロジェクトですね。うんうんうん、なんか結構、僕には絶対できないし、発想もできないけど、かなりこう、ぶっ飛んだプロジェクトだなと思って、うんうん、まあ小さいながらもサポートさせてもらってるってなりますね。なるほど。クリプトに入ったタイミングっていうのは何がきっかけだったんですか？周りでももしかしたら多いのかもしれないですけど、2016から17、あと18ぐらいにかけて、はい、早いですね。俗に言う ICO バブルという素敵な事象が、うん、うん、ICO。
その当時、今もまあ一部関わりあるんですけど、イスラエルの事業会社で働いていたり、あとイスラエルの人たちとのコミュニケーション多くて、僕もちょくちょくイスラエルに行ってる時期もあって、16ぐらいからですかね、ハイテク産業っていうと、これでイスラエルの関わり、まあ主にその広告領域だったりとか、まあ関わりがあって、そうする広告なのでマーケティングだと、じゃあ日本で、資金調達したい、イベントやりたいっていうので、わーっといろんな人から、方々から声がかかるという。っていうのがきっかけで2017で、ちょっとお手伝いが始まり、で、ただ、なかなかリテールインベスターの方にコミュニケーションを取るっていうのは個人的に避けていたので、意図的に、かなりグレーなエリアになってくるので、なかなかそのプロジェクト自体を支援しても、資金調達とか提携っていうのは繋がりにくい、2017なんて。まあなんか口に出しにくいようなプロジェクトとかも関わりはありますね、今となって。なるほどね。17ぐらいのプロジェクトってかなりこう死んでると思うし。まあまあそうですね、今振り返るとね。コメントしない方がいいようなプロジェクトもあるじゃないですか。クリプトの前は、あれですか、なんだろう、どんなことやってたんですか？メインはコンテンツ領域だったり、で、仕事の中心とか関わりが多かったのはアドテクノロジーっていう領域ですね。で、アドテクって、まあ元、いろんな産業でかいですけど、イスラエルってすごい多いので、ハイテク関係が。まあ面白いところだと、自動運転系だったりとか、あと、すっごいイレギュラーなやつだと、そのマリファナ関係の R&D の。へぇー、面白い。会社があって、他には、そうですね、ヘルステックとかも強いですし、なんで、そういうところで、まあ、特にスタートアップネーションなんて言われたりする。まあそういったところで、まさにコミュニティですね。アドテク中心に関わるようになったら、一応リファランス取られるような、で、あいつ誰って言った時に認知できるようになってて、関わりを増えていきましたね。もしかすると、今振り返ると、その、イスラエルのコミュニティとか産業のコミュニティの入り方っていうのは結構クリプトと似てる部分があったりとか。ああ、当時、なるほどね。ですね。だから、まあ、シリコンバレー的と言ってもいいのかもしれないですけど、はいはいはい、それよりももうちょっとその産業はちっちゃいと思います。ただ、その、起業家がエグジットして、もう一回起業するパターン。うん、あとは、大きくエグジットしたら、次はその、新しい起業家、若者だったりとか、を支援するっていうのは結構みんなコンセンサスで取れてるので、そういったところで、ちょっと、まあ、関わりは増えていきましたね。もともとあれですよ、出版社にも日本でいらっしゃった？そうですね、出版といってもそのデジタルコミックをやっていて、はいはいはい、その中で買収したまあ、昔ながらの出版社、その中で紙の方もやってみたりとか、はいはい、映像化の部分で、まあ、窓口さんとやったりっていうので、うん、まあ、コンテンツ領域が中心でありますね。まあ、ミントでもやっぱりそうです、ね、IP かける何々っていう、うん、まあ、今だとメインが Web3 で、その他だと一般の、うん、通常の、メタバースって言われる領域とか。はい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 。場合によってはおもちゃとか。なるほど。だからそうか、イスラエルでそういうコンテンツ領域ずっとやってきて、イスラエルで、スタートアップ手伝ってる間に、なんとかクリプトにもこう、スタートアップが広がってって、今みたいな感じなんですね。そうですね。なんか、お二人だと見たことあるんですけど、マーケティング出身でクリプト入った人って結構、はい、ファイナンスまではいかないですけど、結構多いじゃないですか。まあ、そんなんもあり、関わりを増えてて、まあ、2018年からからかなりがっちり入ってって、カンファレンス。まあ、最初本当に100人ぐらいでイベント始めて、そこから毎年ちょっとずつ大きくしてって、うん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 、だから初期の多分 2,3 年は意識的にはそのクリプトネイティブ的なっていうよりはクリプトっていう領域が面白いなと、うん、で僕自身はそのプラットフォームが変わると乗る、それに乗っかってくるコンテンツを考えるって発想があるので、なるほど、まあ、2000年初頭もまあモバイルボンって出てきた時に PC で今からやってもっていうか、モバイルってあと新しいよねっていうんで、うん、特に日本の2000年初頭大きかったので、なんか仕事へのスタンスというか、はい、柳井さんの仕事の楽しいポイントがあるとして、うん、それがこうクリプトで発揮されてると思うんですけど、それってそのクリプト以前の仕事ではなんか完全に発揮されてなかったポイントがなんかあるとして、それがクリプトでどんどんこう花開いたみたいなのってあったりするんですか？一応あると思います。もともとそのサポートするとか、アドテクの時代からとにかくいろんな人と会って、うん、なんかこうイスラエル、ロシア、東欧、あと西ヨーロッパとかのコネクションはその当時から何らかしらあったんですね。へー、実はその辺のその2016とか15ぐらいがあるそのロシアンコネクションって結構いろんな人がスライドしてたりするんですよ、クリプトで。なるほどね。でもあって2018年かな、ウクライナとベラルーシ行って、ほぼ世界初のクリプトゲーム Web3 ゲームなカンファレンスがめっちゃ早い時期ですね。早い。そうですね、うん、だからそうですね、カンファレンスが2018なんで2018年と19年に
行きましたね。それはまだ実はサラリーマンをやりながら起業をして、開発会社だったりとかパートナーをある一定レベルで想定しながらカンファレンスに参加してっていうのをやってました。なので、会社休み取って、1週間ぐらいベラルーシとかウクライナ行ったりとか。まあ、それ以前にもやってたりしたんですけど、なので、こう、クリプトで発揮されたなっていうふうに思うんですけど、もともとそのネットワーキングであったりとか、新しい機器、はいはい、で、その BD 系の人って2つに分かれると思うんです。とにかくなんか広げていく系の人と、あと、ある程度のところにフォーカスして物を作っていうか、プロダクトとか事業を作るっていうタイプなんですけど、僕はどちらかというととにかく広げていく、引き出し大量に作っていくっていう感じのスタンスっていうか、まあ一番フィットするので、はいはい。で、今の会社でもそうですけど、たまにこうクォーターに1回ぐらいホームラン打つっていう。で、まあ、前職もそうですし、今の会社も、かなりそれを今のところ許容していただいているので、そこはありがたいなって。ただ、そのクリプトの事業のものになったら、まあ、海外中心にはなりますけど、まあ、それはもういろんな引き出しは持っているつもりではあるので。はい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 。ね、なので、ちょっと変わった働き方ですけど、多分ここは想像なんですけど、大企業に何やってるか分かんないおじさんって2、3人ぐらいいたりするけど、そういう感じのキャラクターなのかなと。なるほど、ね。そうなんですか。多分出版とかメディア、はいはい、にもたまに、あと、広告代理店にも何ばかりか分からない人って、ね。いますね。はい。なんか人脈はすごい持ってるけど何やってんだろうな、あの人みたいな。そうですね。そういう感じなのかなと。あと、ちょっと真面目な話で言うと、やっぱクリプトって、その、働き方とか、そのアプローチ方法、ある意味、個人個人が持ってるアセットをどう活用するかっていうので認めてくれる産業だとは思ってはいるんですよ。それが、まあ、大木さんとか志田さんのように DAO 的なアプローチとしての働き方あるかもしれないし、産業として、ここの得意領域があって、ここがすごい深掘りできる、ここサポートできるんだなって言って、それに対して、まあ、仕事の形、または支援という形でもいろんなのでも許容してくれるかな。まあ、いい意味で、初めに契約書を前提としないというか、その物事を全部決めるっていうよりは、個人として提供できる能力を一つのアセットとしてカウントしてくれる。そこら辺が最近、ここまあ3年ぐらいですかね、すごいフィットするなと思ってますね。たまに冗談半分本気半分で、そう、自分自身ソースコードに立てるみたいな。まあ僕なんか人間オープンソースみたいなもんなんで。っていうのを冗談で言ったりするのも、はいはいはい、冗談なんですけど結構本気で言ってる部分はあって、うんうんうん、うまくここにあるアセットなりソースコードなりを使ってくれるんだったら僕のできる範囲で協力しますよって、別にそこに対して完全な報酬を必要とはしないというスタンスではいるので、ただそこで満足度があって、そこでそのなんでアセットなりソースコードなりが機能するんだったら、なんかリターンをくれるようなカルチャーも同時にあるかなと。確かに、わかりますね。なんかクリプトで今ちなみに僕トルコのイスタンブールから話してるんですけど、コスモバースにいて、まあ、やっぱ何人かの人と話してるんですが、やっぱ自然発生的にまず貢献をして、うん、まあ、自分がこのネットワークにとって必要なものは何かっていうのをやっぱ自分で考えてまずは貢献しちゃう、うん、で、その後で、まあ、それが、まあ、例えば、コアチームから認められるなり、コミュニティから認められるなりして、報酬をもらうっていうのはあると思うんですけど、まず発想としては、まず自分が貢献するっていうのは、結構そう意識してる人多いなって思いましたね。うん、それで言うと、その、このマーケットハック的な感じになるんですけど、個人的には、はい、日本って、ここ1年半から2年ぐらい、かなり結果論はあるんですけど、注目市場になったじゃないですか。はい、ですね。特に、去年のアメリカの、ちょっと、ダウントレンド、はい、から含めて、ただ、市場としてはそれなりの規模、クリプトのシェア率で言うと小さい、まあ、人口シェア率で言うと小さいかもしれないけど、あれですよね、先日のポッドキャストでも言ってた、うん、そのアープと言われるような領域もすごい高いし、なのでその個人単価、消費単価みたいなので考えたときに、ゲーム系、うん、Web3 系、ゲーム系の熱は他の産業より大きいなって印象はありますね。うん、うん、だから思い出すのが、大昔にワードとしたミセス渡辺的な、その日本人ってそんなに投資が活発ではないと言われてるんですけど、やっぱ人口がそれなりの規模であるのと、結構ハマると投資する人、2017-18 とかあの辺もすごい投資したじゃないですか。そうですね、あの時は日本が結構動かしてましたよね、市場を。そうですね、日本人がその後悲しい友人を何人も見ましたけどなので僕はその日本でいる人、まあ、海外に行く必然性があるんだったら海外行けばいいのかなとは全然思いますし、うん、でただ日本にいてもコミュニティなのか DAO なのかプロダクトサイドなのか、なんか全然貢献できるところあるし、意外に僕らおじさんが持っているなかなか難しいコネクションとかってあるじゃないですか。はい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 。
まあだからあるそのネットワークさっき言ったそのあのインターネット帯域を作る、うん、それをねマーケットプレイス作るってパートナーで日本の通信事業者欲しい話をしてみたいっていう時にじゃあセッティングするわってセッティングして、でその時に僕がそのイスラエルの会社とか海外外資系とかいたっていうのもあったり、ジャパンエントリーみたいなのを手伝ってたのもあって、あの日本人の行動原理まではいかないけどもすごく使うのがディフィカルトって単語を使った時にだいたい9割ぐらいの確率で無理っていう意味だからねって教えてあげたりとか。ああ、うん、なるほどね。で、あとメールが返ってこないことは別によくあることなのでそこはちょっと本当に返す気がないっていうケースもあるとはいえ。はい、わかる。わかる、わかる。で、あるケースだと2ヶ月間全く何送っても音信不通なのに2ヶ月後にいきなりサインして契約書送ってくるやつが。いや、ある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 。これは本当に悪気がないとしか言いようがない。まあだからその、ね、その、逐一こう内部のプロセスとかを説明するカルチャーにあんまりないとは思うので、うん、何かその確定してないものに対してちゃんとこう説明してやる、その、うん、なんだろう。多分一人一人が煩わしいと思ってる部分もあると同時に、言ったことは絶対曲げれないみたいなところが日本人のメンタリティとか。うんある、うんうん。だから、僕は結構逆にこう、なんだろう、イエスとまで言ったら確実にイエスなんだけど、そのディスカッションの仕方とかはよく話はしますね。うん、そこの仲介入ったりとか。逆に日本人と日本人どっちの方が難しいみたいなのがあるかなと。ああ、それなんかわかりますね。なんか僕も海外の仕事をしてることは結構多いとは思うのですけど、うん、結構その、一時真に受けちゃうって言ったらですけど、なんかこう、結構考え変わる人多いんですよ、海外って結構。ほう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 。それこそ契約書をちゃんとサインまでしたら、それちゃんと守るとかあると思うんですけど、うん、その過程で、常にその日朝起きて、まだワクワクしてるかみたいな、その話に。うん、はいはいはい。が結構なんか感覚的そう。いや、ただ一週間前盛り上がったんだけど、状況いろいろ変わって、今自分たちこの話ワクワクしてないじゃんみたいな、うん、そういうの結構重視するとこあると思います。そうですね、特にハイテクインダストリーっていうかそのやっぱテック系と言われる人はそういう感じがあるのかな。さすがすごい大きい会社になるとそれはないと思うんですけど、100人200人ぐらいの会社の規模でやると本当に来週には全然違うこと言ってるとかあるかな。そうそうそう。でそれって単に記憶力がないとかっていう話じゃなくて、うん、だから悪気があるってわけじゃなくて単純にもっと面白い話あるじゃんみたいなのがあったらすぐ行っちゃうみたいな、うんうんうん、だから日本って今まで培ってきた会話を大事にするところも結構ある気がするんですよね。そうですね。ああ言ったよねみたいになんか言いがち言いがちだね、うん、な気がする。だからそこら辺が結構難しい部分でありまあ貢献できる部分だったりはするのかな。なるほど。でカルチャーを合わせていくとか、うん、ただまあそれにも限界があるしどうしてもやれないカルチャーを持ったあの事業体だったりとかプロジェクトっていうのはあると思うんで、なんかクリプトだから海外に行くマストで行かなきゃいけないっていうところはないと思うんですけど、うん、まあ自然性っていうのは結構気にしたりはしますね。これ別に全然ネガティブな意味じゃなくて、僕はフィナンシェが実は好きなんですよ。ほうほうほう。で、すごいドメスティックなプロダクトだと思うんですけど、ね、ものすごいその、自然性があってああいう形になってると思うし、あとはその、スポーツチームへの、うん、トークナイズっていうのを適応化させるっていう意味では結構好きなんですね。しかもまあなんか法律とかもクリアしてるから、まあスポーツチームがもう始めやすいっちゃ始めやすいですよね。そうですね。めっちゃエントリーハードルは低いですよね。はい。逆にその、文化的な部分とかフィナンシェがいるとかって考えてなんかチリーズとかソシオドットコムとかは日本に入りにくいとかっていうのはあると思いますね、はいはい、確かに確かに。まあなんかそれって考え方次第かと思うんですけど中国とかもまあクリプトは別ですけどものすごく壁で遮られているというか、基本的にビッグテックと言われる人らですらほとんどやりたいことを自由にできるわけじゃない。マイクロソフトとかアマゾンぐらいが結構いいポジション取ってるぐらいで、Google フェイスなんて全然フェイスというかメタかなんてポジション取れてないので、うんうん、まあなんか本当ローカライズカルチャライズっていうのはすごい意識して、うん、でプロジェクトを支援するときも僕が日本人であって拠点を日本にしているからのあのメリットだったり、はいはい、インサイトっていうのはすごい大事にはしてますね。なんか柳井さんのとこにもめっちゃ仕事が来
来てそうな気がします。勝手ながら。なんか、というのが日本がやっぱりこの1、2年暑いっていう状況はやっぱり海外も共通認識になっていると思うので。そうですね。だから僕のところに来るのがまたね、結構みんな周辺の人もキャラクター分かってて、はい、なんかあいつに仕事を頼むって感じで、とりあえず話聞いてみないかっていうノリが多いです。ああ、なるほど、なるほど。それを意図的にやってるところもあるし、まあやっても中心でやらね、やることはあるので、例えば本当にこの時間って僕、結構普通に働いてるというか。そうか、今、ちょっと。時間ないね、夜遅くに撮ってるんですよね。11時、日本時間は11時に撮ってるんですけど。場合によっては1回1時間ぐらい寝てからもう1回起きてタカタカやるチームとか。で、なんかね、ちょっと思うのが出版系で結構こう敏腕な人ってそういう働き方ちょっと近いところあるかなっていう、まあ 確かにあるかもしれない。すごくいい意味でストイックでいい意味でふわふわしているというか。しだらさんですか、まあ、一応僕も出版系ですからね。もう最近クリプトのことしかあんまりやってないですけれども、でもなんかそのなんか力の入れる労働時間長いんだけど、半分遊んでて半分めっちゃ真面目みたいな、な働き方できるのが意外と本作ったりとか雑誌作ったりする仕事かなっていう気はしてるんですよね。なんかその緩急のつき方みたいな。だからまあそういう要素ってのはもしかしたらあんのかもしれないですね。クリプトにも合ってんのかもしれない。あんまりいないけどね、出版業界からこのクリプトに入ってる人っていうのはそんな多くはないものの。とはなんかクリプトで僕意識してるのが、子としてのマーケットフィットっていうのは結構意識をしてますね。子としてのマーケットフィットですか？そうですね。だから、まあ、なんでしょう。嫌な言い方ですけど、市場価値を高めるじゃないですけど、まあ、ある程度担保というか、キープできるように。例えば、僕が仮に、レイヤー2系の、その、かなりハードなテクノロジー企業から相談を受けても、まあ、基本的にサポートできる部分ないし、現実的に、はいはいはい。NTT ドコモとか KDDI とインテグレーションしたいって言っても、まあ、可能性ゼロじゃないけど、まあ、無理でしょうっていうのはあるので、だったら現実的な話をして、っていうのはあるので。でも逆にそのゲーム系であったりとか、プロダクトに近い、サービスに近いようなやつだと、いろんなことは、サポートできたりとか、あと場合によってそのミントの事業の方に持って、これ結構やってます、実は。ああ、なるほど。なるほど。そうですよね。つながるもんね。で、あるケースだと、ミントのキャラクターって、全世界で55億ダウンロードぐらいされてるんですね、全体チャット。なので、それをこう、ミントのキャラクター使って、特に東南アジア、東アジアだとブースターになるようなコンテンツになるので、で、ミント自体もかなりこう、Web3 企業ではないけど、Web3 マインドを持った会社なんで、特に自社コンテンツであればフレキシブルに対応できるっていうので、そういうところで、まあ、わかりやすいところでもやってるところで、サンドボックスだったり、で、その他にも Web3、メタバース、Web3 ゲームっていうようなところは話はしてますね。正直なんかまだまだ Web3 ゲームって本当に超巨人っていないっちゃいないので、ですね、ビジネスとして結構ちゃんと成立して、パートナーとして、収益もいただいて、大きくいただいてのサンドボックスぐらいで、その方ってまだまだちっちゃいのかなっていうところは。やっぱ中国のゲーム会社とか、韓国のゲーム会社、日本のゲーム会社とかと、事業何らかしらやる方がやっぱりよっぽど大きい話なので、現状で。まあ、ただね、そういう会社がどんどん進出してくる流れもあるし、まさに NTT ドコモが先日も発表した。はいはい。あれは Web3 によるわけではないですけど、Web2、Web3 問わず、マネックスというグループを。そうですね。考えると、まあ、なんか、沖さんの方がよく詳しいのかなと思うんですけど、そこまでアグレッシブに大企業と、まあ、ミドルクラスの企業、場合によってはスタートアップと、この Web3 領域で、連携してる国ってのはないのかな、とか。まあそうですよね。確かに。コインチェックさんがどうなるのか気になりますけどね。確かに。そうですよね。そう。でもなんか D さんも取引所をやるやらないみたいな話あるじゃないですか。ね。うん。うん。そこぶつかるよねっていうね、話もあるし。うん、うん。まあいいのか、それは。どうなんでしょうね、でも。まあ、でもまたこういうこと言って怒られたかもしれないけど、売却しちゃうという選択肢もありますよね、買収した会社なので。ああ。なるほどね。僕は中の人ではないんで分からないですけど。クリプトに向いてる人ってどういう人だと思います？じゃあ、例えば、大学生か、まあ、これから転職しようとしてる人に話すとして、クリプトに向いてる人。まあ、大前提としてフレキシブルであるっていうところは大事ですよね。うん、うん。うん。すっごい、その、思想的なところで入ってきた人、入ってくるんであれば別だと思うんですけど、普通に働くんであれば、うん、まあ柔軟性が一番最初必要かなと、うんうんうん。で、クリプトに入って思うことがよくあるんですけど、関わる領域が全領域なので、はいはい、事業、普通の事業の領域もあれば、法的な部分、法律の部分もあるし、うんうん、ファイナンスの部分もあるし、なので、柔軟性があって、
って興味関心が高い。で、クリプトだけのことを考えても結構きついとは思うんですよ。うん。なんで、まあクリプト、本当にハードなクリプトネイティブで進んでいくんだったらなんですけど、一般的にはそこにがっちり入る人って多くはないと思うので、確かに。バランスよくやる必要があるのかなと思いますね。なるほど、ね。実は僕もそうなんで、多分クリプトでゴリゴリやってもテクノロジーのバックグラウンド持ってるわけではないので、はい、多分あんまりやれることって少なかったと思うんですよ。産業に対して。まあなんかコンテンツやったりとかカンファレンスやったりとかあったり、あと興味関心の幅も広いので、そこら辺でいろんな人と話せるようになったかな。あと地味に聞いてるのが3回起業して全部こけてはいるけども、やったっていうのもあるので、そこら辺は、ハードシングっていうところでは、うん、まあそんな本当も成功してるとか、企業からして全然ハードシングレベル小さいですけど、まあそれでもやってるときはめちゃめちゃ楽しく、そしてもう二度とやるかって思いながら3回やってしまったと。それはクリプト系じゃない会社で3回起業してるんですか？最後は、まあ今一応存続化してるんですけど、リンカーって会社があるんですけど、あれはまあクリプトよかなり寄って、だからもうなんか企画段階ですけど、なんだろう、4年ぐらい前ですかね。セキュリティートークンのマーケットプレイスとか作るな、っつって、うん。今流行り出しそうな。そう。リアルワールドアセット。シンプルに、あの時やんなくてよかった、と思いますね。無風で終わったはずなんで、金融庁に行きましたもん、打ち合わせで。相談して、ね。はい。で、海外のそのパートナー。そのセキュリティドック周りとか、証券とかやってるような人たちと話、イスラエル人だったんですけども話をして、結構、チームとしては、まあ結構進んでいて、基本政策もなんとか決めてっていうところだったけど、まあ進まなくてよかったなと、今思えば。ちなみにそのさっきの大木さんの質問にちょっとつながるかもしれないんですけど、まあじゃあその比較的若手、もしくは若い人が、まあ僕らもおっさんになってきてるわけじゃないですか。僕と柳井さんは40代だし、まあ内さんも30代、40歳目指して。アラフォーです。アラフォーになってきてるわけじゃないですか。だからまあちょっとこの、おっさん3人で集まって言うのもなんなんですけど、逆に今20代の子たちに、じゃあさっき言ったフレキシビリティあるし、クリプトをなんかハマったんで、この領域で働きたいですって言った人に何をお勧めします？まあ、いろいろあると思います。起業するとか、そのさっき言った国内の Web3 企業に入る、海外の企業に入るとか、いろいろもあると思うんですけど、どんな働き方をお勧めします？やっぱ、今であれば人によると思うんですけど、さっき本当冒頭に言ってた奥さん、何らかしら少し関わってみる。実はなんか、20歳くらいの男性で、最初 NFT の、いろんな NFT を、インスタグラムに掲載して、はいはい、その NFT を売買する、なんかピアトゥーピアのブローカーみたいなことさ若者がいたんですけど、なんだかあるプロジェクトで関わるようになって、まあ英語もできるしコミュニケーション力も高いんでつって、結果最終的にはスラッシュに入りましたね。おお、なるほどね。全然領域は違うんですけど、人探してるっていうんで、僕が、まあ、CEO の佐藤さんと彼をマッチングさせて、会話をしたら、まさに、実は IVS のタイミングでちょっとお茶してたんですけど、そう3人で。なので、その彼は、21かな、20ぐらいなので、超、まさに、とりあえずやってみる、何らかしら関わってみる、あるプロジェクトでも本当、アシスタントみたいな形で入って、もう極端に Twitter の翻訳、ホスト、集計から今は BD としてスラッシュで働いてるっていう。なるほどね。大学生とかだったらそういう形で関わるのが比較的わかりやすいかな。ただ日本からだとご存知の通り、英語ができないと各いろいろなプロジェクトに関わるっていうのはしづらいとは思うので。そうですね。なんで日本の大学生はまだちゃんとした企業行きたいがあるんですかね。プロジェクトが少ないっていうのもあるんじゃないですか。はい、特にクリプト的な意味でのプロジェクト。うん、で、業態としてクリプトをやっている会社ってどんどん増えていると思うんですよ。だから今なんか話の、まあ、メインとしてはそのクリプトネイティブの寄りの話だと思うんで、それで言うとそのリーチできる領域が少ないかな。なんか昔の日本ならまだ世界をリードする企業が多くて、そこに入るっていうのは、まあなんとなくわかるんですけど、まああとそれこそ安定とかが本当に保証されててっていう。うん、今って、まあ、世界の時価総額ランキングとかでよく出ますけど、その上位に食い込んでる日本の企業とかってほとんどなくて。うん。うん。けどそんな中で、それでも日本の大学生って、まあもちろんいろんな人いますけど、けどまあ、就職人気ランキングとかで、あんまり変わらない顔ぶれ、はいはい、な気もしていて、だけど個人的にはそういう人たちにもっとこう、そっちじゃなくてクリプト来なよって言いたいんですけど。うん。なるほどね。なんでみんなそっち行っちゃうんだろうなって思ったり。なんだろうな、情報の格差があるのかな、うん、
という、まあ、どこまで行ってもどっかしら言語の問題はあるし、クリプトを大学生の時から面白がって触る人ってやっぱり珍しいタイプだとは思うんですよ。そうですね、まあまあそうですよね。だしこんだけあんまそこまでいいイメージじゃないじゃないですか、やっぱり。まあ正直そうですよね。だからあれなんじゃないですか、大木さんとかエネさんも今おっしゃってましたけど、もし仮になんですけど、コインベース本社が日本にあったら、その東大とか一橋出たやつが、もしかしたらコインベース行くっていう世界線はあると思ってて、で、まあ日本でももちろん取引所あるじゃんって言うと思うんですけど、やっぱり日本の取引所は日本じゃないですか、主に。うん、で、コインベースやっぱりグローバルで今クリプトの世界を作ろうとしてて。ね、あ、まあ、あれだよ。マウントボックスが潰れなければよかったんそう、まあそうね。そうそう。でもだから、そういうところとかコンセンシスみたいなところとかがあって、メタマスク実は日本の企業作ってんだよ、みたいなね。ぐらいのところがあれば、僕は結構一般の学生とかも、はいはいはい、言うじゃないですか、アメリカとかでは。今までIBリーグ出てて行ってたところがクリプトになってるみたいな。それは本当そうで、うん、BYDX トレーディング社って開発企業あるんですけど、はいはい、もうGAFA出身者ばっかですよ。うん、元 Facebook、ね、元 Google とか Amazon、うん、で、あとは普通にIBリーグの大学卒の人しかいないので。そうですよね。だからめっちゃ、まあ僕もこのクリプト業界で海外の話でめっちゃレベルだ、みんな大学もいいし、超ハイスペなんですよね。でも日本は、うん、もうもちろんそんな人もいるけど、そうならないね。やっぱりそのトッププロジェクト、だからそれは日本の一般の企業もそうなんだけど、昔のソニーみたいなのが日本にあれば行ったからっていうチャンスの問題なのかな。だから、なるほどですね。もうエコシステムでしょうね、その産業としての。だからそれは国も支援したいと思って、自治体も支援したい。で、企業自体もそうなりたいと思ってるけど、まだそこまで行ってないっていうところが。そうそうそう。まあ途中過程だといいなとは思ってはいますけど、うん、ただそんな簡単でもないんで、僕結構こう、それに対してはエクストリームな意見は持っていて。ほうほうほう。お。まあなんかこうなったら面白いな。今僕は勝手に中国人、まあ中華系またはアメリカ系、アメリカ人でなくても言ってますけど、うんうん、アメリカに拠点だったりとか、アメリカ代わりの深い人たち以外は、ディストラクティブなプロダクトとかはあんまりできないかなと思っていて。で、大きいプロダクト、まあ、世界を変えたようなプロダクト、大体中華系か、アメリカ系かっていうところ。まあ、たまにその Spotify みたいに突出したもの出たりとか、はいはいはい、Wise みたいなのも出てきたりはしますけど、うんうん、まあ、それイスラエルも同様で出てくるんですけど、ただ、7割、8割ぐらいはアメリカだったり中国とかなのかなって思うと、うん、まあ、クリプトって、ちょっと日本に対してのぼんやりとした憧れのバイアスかかってるじゃないですか。はいはい、そうなんですよ、そう。なんで、優秀なやつで2回目の企業とかでクリプトじゃなくてもいいと思うんですけど、それを最初にある程度資金打ち込んで、ビザ取る前からもう渋谷に連れてきちゃうとか。うん、だからファンド兼インキュベーション兼、それをなんか自治体なりとか国とかと連携しながら、はいはいはい、組織だってとか、まあまあ小さくてもいいと思うんですけど、それを実現して、うんうん、で、やったら、まあそれで言うとなんか渋谷が比較的近いかな。要は海外から連れてきちゃう。そうですね。もう、なんか何でしょう。誘致ではなく、起業家引っ張ってきちゃう。で、極端に優秀な、まあ、起業家が日本で事業をやり始めたら、じわじわと広がっていくとは思うんですよ。なるほど。で、その時点で来てねって言っても来れないんで、ビザサポートから、場合によっては特区作って、まあ、いいよ、タックス 10% でいいよ、みたいな。3年間とか5年間とか。はいはいはい。なんかそれちょっと近いのが福岡が頑張ってる感じがするから、なんかデジタルノマドフェアみたいですね。イベントをやってるようです。実は僕のイスラエル人の一回起業して成功して、もうノマドビジネスみたいなのをやって始めたイスラエル人がいて、なんか勢いでプレゼンしてくれるっつって福岡に行ってますね。今まさに先週とか。だからそういう意味で福岡、東京だと渋谷が若干そんな感じがして、僕の友人、うん、まあ日本人なんですけど、一緒に起業しようとしてる人はアメリカ人。で、うん、彼はもう一発目の起業で日本、渋谷っていう風にやってるんで、そういうのも10個、20個、30個、100個って言ったら、確かに。それが多分、日本で日本人を盛り上げるよりも、ブースターのように優秀なやつを、お金と制度と住みやすさ、みたいなその3点セットで、場合によっては渋谷区頑張って、オフィスはタダだし、なんなら住居は1年間タダみたいな。パッケージングにしたら相当面白いんじゃないかなとは思いますね。まあそこ当然そのファンドの人であったりとか、メディアの人だったりとか、有識者の中でちゃんとプレゼンテーションというよりはその事業計画とか、まあ素養とか、まあ事業計画ありなんで荒いと思うんですけども、それでもその素養があるかみたいなのを見て、ファンド視点というよりは産業視点で最初に投資に近いような支援金、1億円くらいのゾーンでいきなり出し、うんで、ルールで2人以上日本人を正社員として採用しないとダメとか。
なるほどね。うん、それなんか US とかで結構ある状態で。へぇ、まあ、なるほど。一時期、すげえ昔ですけど、ハードウェアテック系で、中国の深圳でそういう感じでインキュベーションプラスも外国人大量に呼び込んでとかって盛り上がった時期もあったんで、うんうんうん、そういうのを何個か繰り返していくと良くなるのかなと思います、ね。確かに。それで結局ドメスティックな日本人も刺激受けますしね。うん、そうですね。あんなこんなんが日本で渋谷であんだみたいな。そうですね。うん、それ面白いですね。確かに。それ面白いですね、うん、なんか、うん。それ実はアメリカ人の発想で、中華系アメリカ人のやつ、日本人ってさ、めっちゃタレントいいんじゃんって。でも企業は弱いよねっていう一言。うんうん、お前らオペレーションすげえいいしさ、仕様っぽいやついけんじゃね、営業とか良さそうじゃん。なんか企業家として弱いよねっていうのを。まあ企業の部分はね、確かに、まあ優秀な外人に任せるってあるかもしれないですけど、まあやってもらって、はい、で、そこに全然に他のオペレーションとかは日本人で固めるとか全然ありなわけじゃないですか。うんうん、そうですね。実は僕が2005年6年 ?5 年か。働き始めた会社って、今もう上場してるんですけど、元々のファウンダーってシンガポール人と中華系アメリカ人の2人が立ち上げて、で最終的にはまあいろいろ紆余曲折あり、日本で上場したんですよ。まあそういうなんか変わった環境にいて、で、たまたま僕が英語ができるっていうのもあって、その会長やって、年は結構僕より下だったんですけど、なんか直接、シダラさんと同じような状況だと思うんですけど、上からドーンと押してくると全部すっ飛ばして、レイヤー3つぐらいすっ飛ばして上から押してくるみたいな。へえ、あ、でもそれ面白いな、確かに。なんか、結構そう、今いろんな話がいろいろ言ってますけど、できる自分の領域を見極めた上で提供していく。まあ、ただそこに至るまでは結構時間はかかったなと思います。うんうんうん、他の人だったらもっと見極め早かったんだろうけど、いろいろ起業したりとか、いろんな会社入ったりとか、中国でもうニューヨーク証券取引所で上場してるような会社の日本立ち上げメンバーに関わって、立ち上げ最初の二人に入って、盛大にこけるとか。なんか僕は本当自分自身の見極めがめちゃめちゃ時間がかかったんで、あら、早く見極めてしまいとは思わないんですけども、まあ、中長期な視点で、まあ、働くのか関わるのかっていうのは見ていった方がいいかなと思います、ね。まあ、これ30過ぎて40過ぎても変わんないと思うんですけど、わかる。意外になんか40歳前後の人とかの持ってる能力ってあると思うんですよ。特にクリプトが産業化してきたんで、はいはい、BD がみんな欲しい。いや、そうですよ、ね。ブームになってるじゃないですか。なってると思う。マーケター、BD、その辺。うん、エンジニアとかよりもそっちが今大事なフェーズかもしれないですよね、うん、特に日本の国内においては。そうですね。 DYDX トレーディング社って開発企業なんですけど、合理的なんですよ、すごく。ほう。無駄なことは本当にすぐ辞める人たちなんですけど、 BD は残してるんですよ。トレーダーとの関係作りとか投資家との関係作りとかって、もうこれって手放せないらしいです。なるほどね。なんか不思議なもんですけど、クリプトでも結局人に行き着くところありますよね。ありますね。そう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 、うん、なんかどの領域でも事業体同士、これは DAO だろうがなんだろうが話すときに、まあ信用できるかできないかっていうところはすごく大きいので。大きいっすね。トラストレスとはいえね。はい、トラストレスとはいえ、うん、それあくまでね、機能の問題なので、その事前にこの人たちと一緒にやれるのかと。ね、すごい良いプロダクトでも、やっぱりすごく違法性の高いものとは組めないし。そうね。そうね。意外に契約書が Web3 系の会社でやってもすごいめんどくさい。海外の会社だったらめちゃめちゃ交渉めんどくさい。っていうのはあるだった。結局契約書なりその交渉ごとはスマートコントラクトで何の解決もしてくれない。そうね、確かに。まあそうですよね。だから自分のことを知るのって難しいですよねって思うんですけど。僕は難しかった。自分のさっきの柳井さんの話じゃないですけど、自分のやりたいこと。自分が一番知らないといけないはずなんでしょうけど、いや、そんなこともないですよね。うん、そうですね。やりたいことは正直あんま分かんなくて、ね、やれることすらちゃんと理解するのに時間がかかったりはするかなと。僕はなんか本当、なんか新しいことやりたいとか関わりたいっていう意識が強くて、その企業家のマインドセットとか、そんなに得意領域じゃないのに何度も入っちゃったりとか、スタートアップばっかり入ってたんで。ほうほうほう。で、実は大企業にも入ってみたんですよね。ほうほうほう。まあその当時はまだそこまでじゃないけど、2000人ぐらいいた時の楽天とかに入ってみたんですけど。うんうん、ほうほうほう、そうなんだ。はい。なんかすげえ大変な会社だって聞いて、どんぐらい大変なんだろうって、ちょっと、ある意味チャレンジングだと思ったら、思ったより大変で営業とかが。そうなんですね。鬼営業ですよ。鬼営業ですね、多分、うん。そうなんですね。そうそうそう。営業の会社ですからね、IT というよりは。
そうですね。めっちゃ電話かけまくってましたしね。いや、そうですよ、本当に。僕もだって就職したので28歳なんですよ。あ、僕も一緒です。まとめサラリーマン。一緒ですか。一緒です。で、やっぱ、新卒で就職できなかった理由が、うん、何ができるのか分かんなかったっていう。やりたいこともないし、得意なことも分からないみたいなこと。まあ、要は。そうですね。で、なんかやりたいこと、なんとなくメディアとかはあったんですけど、はい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 、なんかこう、言語が強要されるじゃないですか、言語化を。うん、そうね。なんでメディア行きたいのみたいな。言われるね。うんうん。俺、それ嫌いだったんですよ。あ、いいね。なるほどね。いや、なんで行きたいだけでいいじゃんとか思ってて。行きたいから行きたいんだよっていう話ね。まあ、そうだよね、うん。で、学生の、しかも、なんでメディアが大事だと思うかっていう論を聞きたいのみたいに。なんか、わかるわかる。逆切れしてた時もあって、あ、じゃあもういいやって思って。そうだね。別に参考になんねえだろ、みたいな。お前らの方が詳しいだろ、みたいな。うん、そう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 。お前らの方が詳しいだろ、じゃないですか。違うとこ見てほしい、みたいな。はいはい。ことは、なんとなく思ってたけど、全然言語化できずに、まあ今もできてるかわかんないですけど、どう過ごせばいいかわかんない時期がありましたね。それで、だからどっちかといえば、学業の方に専念してたんだ、大木さんは。そうです。学業の方、学業で、まあ、出会いがあって、いい教授との出会いがあって、あ、こんな勉強って面白いんだ、みたいな出会いがあって、っていうのはあるんですけど、メディアの方はなんか、出会いがなかった。いや、というか、なんかこう、難しくないですか、その、なぜメディアに行きたいのかって聞かれた時に、うん、答えられなかったんですよ。だって、わかんないです。取材して記事書いたこともないし。そりゃそうだな。うん。はい。けどなんか、かっこいいと思うんですぐらい。もうそれ正しいと思うんです、ね。まあ正しいですよね。意外と。けどそこにみんな頑張っちゃうじゃないですか。頑張る。就活生って、一般的な、うん。頑張ると思う、多分。で、そこ結構、頑張らなくてもいいんじゃないのかなって思う時もあるっていう。多分それはテストみたいなもんで、ちゃんとそれなりに考えてきたかっていう、それぐらいしかないのかなと。そうね、やる気を見るみたいなね。僕はもっとひどくて、25までオーストラリア行って、20歳ぐらい、19くらいから5、6年いて、就職するという概念を何も考えずに帰ってきて、仕事見つけようと思ったら、初めてそこで4月に就職するということを知ったぐらいのレベルでした。ああ、な、就職で4月なんだって思ったんだ。うん、なるほどね。で、帰ってきてバイト探してたら、実はなんか2年間時事通信でバイトしたんですよね。おー、そうなんだ。うん、通信者。でもアシスタントですけどね、流れてきたなんか原稿とかを、こう、手を投げずして、チェック入れて、で、あとスポーツ記事だけ、なんかこう、ヘッダーが来て、ヘッダーっていうか、まあメインの記事が来て、それやって並べてとか。なるほどね。だから、まあ今もうないと思うんですけど、事実通信者なんで、いろんな記事が来るんですよね。大量に、いろんなとこから。ストレートニュース系が。それを次から次へと右左これ政治なんとかってカテゴリーつけて。で、それをチェックしたやつをデスクがファーってこう流しで見てって、それを実際に配信されていくっていう。で、就職しようと思ったら、これもすげえ謎なんですけど、今思えば、男性はそういうポジションがないみたいなの後から知るみたいな。ほう。アルバイトからステップアップがない。で、それで、なんか仕事もちゃんとしたことが、まあ仕事はしてたんですけど、バイトとはいえ。うん、英語が使えて、モバイルデジタル領域っていうと、ほとんどなかったんですよね。でも一社だけ見つかってアシスタントポジションで。それで28の時に初めて、メールで何々様って書いてみました。お世話になりますっていう単語を知らないぐらいな感じですね。そうか、すごいな、二人ともそういう意味では。まあ結果良かったですけど、オーストラリアいたんで、まあ人種的な差異とかをまあ理解するし、うんうん、その時はあんまりちゃんと考えてなかったですけど、まあ民族的なバックグラウンドをいろんな人持っているのとか、うん、で、今で言うと、そのまあこれも本当役に立ってるなと思うんですけど、まあイスラエルとかロシアとか中国とか関わって、まあ地政学性特性とかっていうのを意識、するようになったし、うんうん、そうすると興味関心もあって、最近だと僕の中で、まあ東アジアってビジネス上、すごいコンテンツ領域でも重要だと思うけども、うんうん、まあ、まあ一番なんか興味関心あるのはサウジアラビアとか、中東とか、やっぱり、一部の国はまあひどい状況ですけど、例えばイエメンなんかひどいですけど、イスラエルとサウジアラビアに直行便ができる、うんうん、イランとサウジアラビアが握手するとか、もう奇跡の産物だよな、とかって思って、そうすると、やっぱお金の持ってる国々だって、と思うと、そこからまた新しい一地域の中国のような、もしかしたらバブルかもしれないですけど、出来上がると考えると面白いな。なので、まあクリプトだとドバイとかっていうけど、僕はなんかクリプトも含めてサウジアラビアどうなるのかななんていうのが気になりますね。サウジは面白いな。で、同時にトルコも面白いとずっと思ってはいて、エンターテインメント領域すごい昔から盛んなので、
結構人を通して、いろんな海外の起業家だったりとか事業体と話をして、そこから興味関心を持つようになって、まあコミュニケーションを増やしていって。なんか面白いなと、その個で動く部分と物事が何を言ってるのかっていうのをこう、うまく自分の持っているアセットフィットさせていくっていう。まあ当然クリプトだと怪しげな人もいっぱいいますけど。まあ確かに。なるほどね。シンラさんはどうなんですか今。はい、役員として今幻冬舎でいて幻冬舎コミックスっていうね、あの、まあ、コミックス会社の役員もやってるんですよね。実はあんまりクリプトの人の前では言わないんですけど、隠してないんですけどね。ボーイズラブでめっちゃ出してる出版社なんで、クリプトが好きでボーイズラブ好きな人いないかなって探してるんですけど、実はどっかで中国にいそうですね。中国にいる。そうそうそうですね。まあまあそういう仕事もしながら今新しい経済やってるって感じですけど、まあ一番僕がでもなんか今日話聞いたら、そのちゃんと大学 3,4 年生で就活、いわゆるリクルートズで就活して、大木さんがめんどくさがった志望動機もちゃんと考えてで、まあ僕の場合はファーストキャリアはそのマイナビっていう人材会社で、まあそれも出版社なんですけどね、パソコンが好きだったんでパソコンの雑誌作りたいなと思って入ったら全然違う営業職になって、でその後やっぱり本が好きだったんで幻冬舎に来てみたいな。でもクリプトにその後ハマったので、もうクリプトの仕事しかしたくないなっていう今マインドになってるっていう、そんな感じでキャリアを重ねてきましたけどね。コミックかける NFT っていうところが海外だとね結構出始めている。はい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 。あとは、うん、面白いなと思ったら、ウクライナとかロシア系の事業会社でそこそこ売り上げ立ってるみたいなんですけど、Webtoon 作ってますとか。そうね、Webtoon は今面白いですよね、本当に。で、縦読みね、あとは、その、うん、企画というかネタレベルですけど、まあ AI かけるブロックチェーンかけるコンテンツっていうのは、まあ意識的に考えてはいますね。コンテンツディスティビューションっていう部分で、ブロックチェーンっていうところもあるだろうし、うんうんうん、あとは、まあ権利保護というか、うん、ライツマネージメントっていうところでもできるかなとか。まあなんかね、著作権の管理の部分をチャレンジしようとしている人っていうのは結構ちらほらいると思いますし。そうですね。で、そうなると結構なんか音楽の著作権とも一緒ですけど、まあ大手が動かないとあれって物が動かないと思うんで、はいはいはい、まあある意味金融とかと同じレベルで、確かに。ルール作りだったりとか。なんかね、昔話した時面白いなと思ったのが、著作が死ぬとその権利が宙に浮いて契約ができなくて支払いも宙に浮いてしまう。じゃあそれをトークナイズして、まあお亡くなりになった時にそのお渡しできるようなレベニューシェアとかになるような仕組みをトークナイズするといいよね、とか。それ面白いですよね。うん。相続問題ね、ライツの。まあそういうところも、一応そういうのもやろうとしたりはしたので。なるほどね。いや、そうですよね。だから僕も本来出版業界にいるからそういうことやんなきゃダメなんですけど、なんかそこに腰が重いんですよね。なんでだろうな。なんか保守的なのを知ってるからかもしれない。なんかその、業界的に。まあ今違う。でも、なんか今日柳さんと話して、やっぱりちゃんとそこやんないとなっていう、多分。そこのブリッジできる人はそんな多くないので。そうですね。とはなんか感じましたけどね。まあそういう風にしてるとメディアドゥーさんあたりが日本国内でもやっちゃうかもしれない。そうそうそう、やっちゃうかもしれないですけどね。うん。ちなみに柳さん、今の日本の状況ってどう見てます？なんかそれこそ海外ともコミュニケーションすること多くて、うん、まあ日本でも Web3 系の企業とかにも勤めてたりしてる中で、あ、で、今年カンファレンスがいっぱい開かれてとか、まあ両方のなんか感覚多分バランスよく持ってんじゃないかなと思うんですけど、今、ざっくりした質問になっちゃうんですけど、なんか今の日本どう捉えてるのか。まあ2017年、18年ぐらいからなんか見てる中で。それは日本という市場っていうことですか？市場っていうことですね。うん。3年ぐらいは結構いい市場になるんじゃないかなと。ただ、その後、この、まあ、過去のメタバースの例みたいに、3年から4年ぐらいガーって盛り上がって、そこに実は産業がなかったとか、まだまだ先だったっていうケースもあると思うんですけど、はいはいはい、少なくともビジネスをやる上で3年から4年ぐらいは、結構、そのバブルとは言わないですけど、いい時期になってるのかなと思います。なんか、いい意味で日本人が今、そのクリプトっていうものを使うっていうふうにマインドが動いてるじゃないですか。はいはい。なんか、場合によってはとりあえず出してみようっていうところから、本当に真面目に検証しなきゃいけない。うん、なんで、そういう問い合わせは国内企業でもちらほら来ますし、特にインフラ寄りの会社、
NEC とか富士通とかそういう感じではなく、その社会インフラに近いような、例えば通信事業会社ってもちろんご存知の通りですし、鉄道系のメタバースとかいろいろやってるし、ああいうところがやると結構ガラリと変わる可能性があるかなと。まあ、ロイヤリティマーケティングポンとやってるところも、はいはい、そうっすよ。したりとか含めて、成功するかわからないけども、クリプトっていう領域で、そのメジャーな領域、まあ、マスアダプションとちょっと違うかもしれないですけど、はいはいはい。その一般層を巻き込んでっていう形ではないんで、少なくとも、日本のいい意味で、ブワーッとそっちの流れに出てるのはすごいポジティブだなと。あとは、これは大木さんに意見聞きたいんですけど、やっぱクリプトなんであくまでトークンの部分はすごい大事なので、そこのトレードの部分がどんぐらい増えていくのか。トレードに関してはやっぱりかなり偏ってはいるので。確かにね。うん、そうですよね。で、その産業の部分、プラスやっぱトレードの部分とかがついてきたり、その法的に難しい部分はあると思うんですけど、ディファイ的というか、うん、そういうところ。まあ普通の取引所でも、うん、でもいいと思うんですけども、そういうトレードとか、実際にトークン自体を消化するとか買うとか。ここはね、なんか僕が数字をちゃんと置いてないんですけど、まだまだ弱いし、偏ったプロダクトの方にやっぱトレードボリュームはいってるのかなと。なんか、取引所の数字とか見ると、アービトラムとか全然誰も売買しないじゃないですか。日本だと。まあまあなるほどね。そうね。そういうやつ。ちょっと変わったやつとかがトレードされたりとか。うん、まあお二人も言ってなんかね、もうペペとかもトレードすればいいのにとかって思いますけどね。まあそうね、ペペ扱ってほしいですね。僕のペペもちょっとあるんで、はい、まあ投機勢ですよね。よくも悪くもあの人たちがちゃんと盛り上がってくれるって結構大事だったりするんですよね、やっぱり。そうですね、結局なんか株式投資とかって比較的認められるようになった、社会的に、はいはいはい、でやるべきっていう感じが出てきて、まあね、個別株なんて投機みたいなもんだし、僕のコインベースを全部返してくれと思いますし、いや、大して頑張ってないですけど、ほぼピークの時で買っちゃったんで、絶対戻ってこねえよ。いやいや、まあ、こっからですよ、もう裁判勝って上がるんじゃないですか、コインベースか。いや、でもそっちのなんか確かに投資系で、今なんか、国内の雰囲気見てても、まあ、海外もですけど、なんとなく、リアルワールドアセットに紐付けて、みたいな、セキュリティ証券トークンをみたいな流れに、ができつつあるんです。で、あれは多分僕はいいと、それはそれで別にいいし、なんか海外からも買いやすいものとかできると、市場としてメリットあると思うんですけど、なんかそっちが盛り上がってもあんまり一般の人の投資家とかが活気づかないなっていう気はしてて。それはなんか僕が思うのは、うん、結局トレード、いや、リクイディティが出ない不動産を、はいはい、まあ別にトークナイズしても正直限界があるとは思うんですよ。うん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 、だから今の証券でできないものは、リアルワールドアセットにしてもそんな劇的には変わんないのかなっていう、うんうんうん、一部の人が扱いやすくなるぐらいで、でなんか、その、最近はすぐ偏ってるところもあるんですけど、リクイディティないと何も始まんねえなっていう気が最近してますね。そう思いますね。もうめちゃめちゃシンプルな話なんですけど、はいはい、ある、あんまりその、これいけてるプロジェクトじゃないよねって言われてるやつだけど、すげえ20ミリオンとか30ミリオンとかデイリーボリュームあって、マーケットキャップ全然大きくはないんですけど、むちゃくちゃトレードされてるんで、事業体としてはそれなりに成立しちゃう。そうすると、プロジェクトとしては死なない。うん、コンスタント、まあ、大規模プロジェクトじゃないけど、ちゃんとお金も回って、ちゃんとプロダクトの開発も継続的にできる。まあ、そういう、から、本当、僕も関わったプロジェクトで、残念ながら、あまりにも売買、リクイディティが少なすぎて、もう何にもできない。一生懸命やってるけども、ちょっとやられただけでガタッと落ちてしまうので、そうするとなんか、結局、自分たちは何をやってもそこに引きずられてしまうという、うんうんうん、復活戦がないような感じがたまに見るので、そこら辺はちょっとかわいそうだしって思いますね。なるほど。キャリアの話からトレードの話になってますけど、なんか僕はそこなんかディファイがあんまり分かってない分だけそこを知りたいなと思いつつちゃんと勉強できてないっていうのがあります。だ、うん、からそのカンファレンスでなんかスピーチした時にディファイ関係とテクノロジー関係の話がやったら頑張って話しますってよく言います。なるほど。でも宮崎さん、じゃあちょっと一旦ちょっと最後に、今日キャリアの話なんで、はい、もう一個最後に聞きたいのが、逆にこの40代以降のキャリアどう考えてます？この今後の僕らどうすればいいんだろうな、みたいな。あ、まあ、大木さんもこれからもうアラフォーに入ってきたところですし。もうアラフォーですよ。まあなんか、オープンに話すと、このアセット、
トでレバレッジかけれるのがクリプトだと思ってて、それがトークンの部分だと思うんですけども、はいはい、僕はちょっとアドバイザーやったりとか、個人的に投資してるっていう部分もあるんで、うんうんうん、そこは、ベースとなるビジネスは、まあ、やりつつ、そこのトークン投資であったりとか、トークンをもらうことだったり、あと支援するっていうことでの、レバレッジは高度レバレッジ効かしていきたいなと。うんうん、もう僕は、そんなにお金を持ってるわけじゃない。大量に投資は当然できないし、ファンドの人みたいに。うん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 、ただ、そこにでも少額でも入れる、またトークンを渡してくれるっていう関係性であったりとか、はい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 、アドバリューみたいなのを出せるように。これはまあ、あと3年ぐらいは継続的に。まあ、これ3年って何って言うと、次のブルは3年以内に1回ぐらい組んだろうと。ミニマムで。うん、そうね。っていう、ちょっと中期的ですけど、はいはい。で50代入った時には正直世界はガラリと変わっていうのはあると思うんで、正直あんまりわからない。あまりにもスピードが速いので。確かに。で、うん、3年前とか AI がこんなにいけてると思わなかったじゃないですか。まあそうね、確かに。Google 翻訳でもみんなハッピーすげーって言ってたのが、もうそんなの全部ストレスしちゃったので確かにね。だからそれもコンテンツの作り方の方も結構、キャラクターの作り方とかも今検証中ですけど、うん、まあいろいろ変えてるような状況であるので、まああと3年後4年後になって、まあ、クリプトであったり、うん、あとは AI であったり他のもの、まあ、例えばセンサーとかなんかいろんなものが出てくると思うんで、さらにプラスアルファで、うんうんうん、あんまり考えられないですね。ただ個人としての素養みたいなのはあんまり変わんないはずなんで、多分同じような感じのスタンスでやってると思います。たまーに言われるんですけど、ファンドとかやればいいじゃんって言うんですけど、うん、なんかそういうキャラクターじゃねえなっていうのはあるんで、やっぱりそのファンドで言ったら当然ながら人様のお金を借りて立ち上げた GP としてやるんですけども、うん、そういうのよりもやっぱり広報支援とかできるんであればソーシングみたいな感じで、やっぱり人のお金を出資をいただいて、案件をマネージメントしていくっていうのはまた別な感覚になっちゃうのかなと。今であれば失敗するかもしれないけど、すごい魅力的なプロジェクトとかサポートできるっていう考えでやってるんですけど、やっぱ投資ファンドとかになったら、まあ、リターンを返すっていうのが大前提になってくるんで、そこはちょっと高度してのやり方が変わっちゃうかな。うん、まあそのバランスはね、個人でメインでやってるビジネスと、あと支援、サポート、アドバイスでやってる部分をどうフィットさせていくかっていうのは、まあ継続的にやっていくなと。で、あとはその技術とか社会環境の変化に、もうフレキシブルに、変わったからって老害みたいにならないように。うん、それめっちゃ大事ですよね。ただでさえね、なんか、クリプトだから、クリプトは本来こうあるべきだとかって言っちゃう可能性もあるじゃないですか。あるあるある。めっちゃある。なんかね、ビジネスやってる時は Web3 って言うんだけど、こうやってカジュアルな会話だとクリプトっていう単語にすごいすり替わるのも。そうっすね。だからやっぱりこう、おじさん世代が老害にならずにそういうふうに柳井さん的な動きというか、していく人が増えていくことも重要なんでしょうね。なんとなくね。この領域において。ただね、僕みたいなの、全部僕みたいになったらね、それはそれぐちゃぐちゃになっちゃうんで、そこはシラさんみたいにちゃんと授業をがっちりやりながら、やる人がいて、周りでもこう、ふわふわとやらせてもらえる環境があるといいなと。いやー、ありがとうございます。いやー、本当、今日はありがとうございました。いえいえ、楽しかったです。メディア、エンタメ ×Web3 の話も今度ちょっとさせてください。それ今度ですね、うん、やりたいですね、がっつり。すげえ考えてる人っているとは思うんですよ。僕メディアの中心にいるわけではないんで、うんうん、なんか、まあ、そこも含めてちょっとお話したいですね。また話したいです、ぜひとも。はい。はい。ということで、柳井さん、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回のエクサスエクストラはミントシニア BD でカンファレンスオーガナイザーの柳井実さんにゲスト出演いただきました。この番組ではこのようにゲストをお招きしたエクストラ回に加え、暗号資産マーケット情報やニュースを深掘りする通常のエピソード回も毎週水曜日配信しております。まだ番組をフォローしない方がいらっしゃれば、ぜひとも各ポッドキャストスタンドで配信しておりますのでフォローお願いします。またこの番組では皆さんの感想やリクエストを X 旧 Twitter で受け付けております。ハッシュタグでエクソダス使用、エクソダスカタカナ、使用ひらがなです。このハッシュタグをつけてポストいただくか、もしくはしだら大木さん宛てにですね、DM の方をいただけると嬉しいです。皆さんのコメント、感想、リクエストお待ちしております。それではこの番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けしました。またエクソダスでお会いしましょう。さようなら。
この番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。